毎朝6時チャンネルむっちゃ今日使える日本の歴史、毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。こんにちは。第73世竹野内之助、竹内睦弘です。今日6月22日は畠山重忠が没した日です。1205です。畠山重忠、立派な武将でした。立派な武将でしたが、北条時政、最高権力者だった北条時政、執権の北条時政と喧嘩をして殺されました。全然悪くないのに、全然悪くないのに。でもこの重忠は、畠山重忠は道徳の教科書に載ってます。一ノ谷の合戦で源義経が敵を倒すとき、谷を下った。そのとき、こんな谷を下るのは馬がかわいそうだと言って、なんと、なんとですよ、馬を背負って谷に降りたんです。馬を背負って谷に降りたんです。いかがでしょう。そこまでやる武将でした。だから誰も重忠のことを悪く言う奴はいません。馬を背負って谷を降りた男です。鎌倉の国立の附属学校があるんですが、そこの横に、重忠が住んでいた場所跡があるんですが、なんかそこはアパートだったんで、僕借りようと思いました。本を置く場所として、それぐらい重忠という人間の人物の馬を背負う男というイメージがありました。ちなみに道徳の教科書、戦前の終身と言います。終身の教科書には、馬を背負って降りる重忠っていう、まあ絵が描かれています。まあ馬を背負るっていうのはちょっと不可能だと思うんですが、それぐらい伝説がある、素敵な人物ですね。やっぱりこう男ってそれぐらい伝説とかカリスマとか持ってる人って素敵ですよね。まあもちろん女性にも素敵な伝説の方がいると思います。それはすごく感じます。まあ今日6月22日です。6月30日に私、東京芸術劇場で、語りを行います。まあ今回はもう満員になってしまいましたので、次回8月にありますので、そちらで東京芸術劇場で皆様とお会いできればよろしいと思っております。実はうち直来は30人限定にしています。全員とお話ししたいので、
全員と皆さんと話していきたいので、講演会は100人規模ですが、名笑いは30人です。ですが、このチャンネルむっちゃんは無料ですよ。無料ですよ。無料ですよ。では、また。